看護集落、看護集落、看護集落とは、周囲に掘りを巡らせた集落、村のこと。水筒の方向と共に、大陸からもたらされた新しい集落の境界施設と考えられている。水掘りを巡らせた場合に看護と書き、空掘りを巡らせた場合に看護と書いて区別することがある。看護と看護のルーツはそれぞれ、長考中流域と、 南モンゴル、交流久保文化であると考えられており、日本列島では、弥生時代と中世にかけて、各地で作られた。長江中流域では、今から約8000年前の観光集落が、湖南省のリーヤン平原にある、宝塔や埋石で発見されている。この観光集落の直径が、約200メートルで、西側が、自然河川につながっており、北側と東側、 南側には、幅約20メートルの堀が巡っているらしい。十分な発掘調査はまだであるが、水田稲作農耕の遺跡である。内毛小寺地区レッドパイク市にある交流久保遺跡から、約8200から7400年前の観光集落が見つかっている。この集落は、長軸183メートル、短軸166メートルの平面型が、 楕円形にめぐる溝によって囲まれている。溝の幅は約1.5から2メートルあり、深さは約1メートルほどである。看護の内側から約100棟の縦穴式住居が発見されている。この集落の制御は泡などを栽培する畑作農業である。看護集落には防御と拠点という特色が見られる。断面が深く V 字型に掘削された看護やその 周辺に、酒もぎと称されるような先を尖らせた杭を埋め込んでいる様子から、集落の防御的性があったことが伺える。また、大規模な集落については、長期間継続し、人口も集中し、周辺に小集落が存在し、主張の居宅や、最用の大型掘立柱建物があり、金属規制産が行われ、遠隔地との交流物品が出土することなどから、政治的、 経済的集落であり、拠点的集落という性格を有すると考えられる。和国における、王権形成期とされる、弥生時代中期には、防御的性格を強め、高知性集落とともに、王権形成過程の軍事的動向を反映していると考えられている。王権形成が進み古墳時代に入ると、市町村は共同体の外部に館を置くようになり、看護集落は、 次第に解体される。観光集落は、朝鮮半島南部でも見られ、北九州では、縄文時代晩期、全4世紀の観光集落がある。縄文人の村は観光を形成しない傾向にある。しかし、今から約4000年前、中期末から、後期初、北海道苫小牧市にある、静川16遺跡から、幅1から2メートル、深さが2メートルほどあり、 断面型が V 字状になった溝が長軸約56メートル、短軸約40メートルの不正楕円型に巡る看合集落が発見されている。看合の内側から2棟、外側からは15棟の円形縦穴住居が見出されている。それは、弥生の看合集落とは性格をことにするものであろう。例えば、縄文人の祭祀の空間だったのかもしれない。 縄文時代の観光集落は、現在のところこの遺跡のみである。観光ではないが、秋田県城新城に、晩期末の二重の柵、茨城県小場に、中、後期の住まいと墓地を隔てる、まっすぐな溝、埼玉県の後期末から、晩期初の宮井貝塚などがある。これらは、祭りの場、墓地などを囲み、日常の位の場とを分離していたものである。集落は、 稲作文化と同時に大陸から伝来し、列島東部へ波及したと考えられている。しかし、2世紀後半から3世紀初頭には、弥生時代の集落を特徴づける看望が各地で消滅してゆく。この時期に西日本から東海、関東にかけて政治的状況が大きく変わったことを示すものとして考えられている。 この時代の漢光集落は、中石地の微高地に立地する低地型と、大地、丘陵などの高所に立地する高地型がある。低地型は水郷で、高地型は空郷で囲まれている。今のところ、弥生時代で最も古い漢光集落は、北部九州の限界な大沿岸部に位置する福岡県、か谷町の高辻遺跡で、弥生時代早期のものが見つかっている。 近畿では、早期の観光集落はないが、前期前半では、神戸市、大開遺跡がある。長径70メートル、短径40メートルで、観光内からは、縦穴住居と貯蔵穴が検出されている。観光の断面は、V 字型と逆台形で、溝の幅2メートル、深さ1.5メートルあったと推定されている。出土した石器のうち打製石器が大きな割合を占めている。 愛知県の朝比遺跡は、弥生時代中期の集落であり、観光集落の中でも最も防御施設の発達した集落として知られている。集落の外側に大堀を巡らせて、その土で内側に土塁を築いたと考えられている。さらに外側には坂もぎを伴う二重の柵と欄食いを巡らしている。弥生時代前期末以降に発達する観光集落は、農美平野遺の 各地域に水筒農耕が定着した段階であり、その定着によって引き起こされた土地や水争いなどのそんな区間の戦いに備えて独自に成立した見られる。その頃、福岡市の板月遺跡と大阪府高槻市の天遺跡、京都府中郡峰山町、大木谷遺跡などに観光集落が現れる。板月では復元幅2メートル以上。 深さ1メール以上の断面 V 字型の溝を、長径120メートル、短径100メートルの長円形に掘り巡らしている。郊外にも、住居や穴蔵がある。大北に遺跡では、最大幅6メートル、深さ4メートルの観光下、長径270メートル、短径250メートルで村を囲っている。これらの遺跡から村を防御していることが考えられる。また、北部。 九州や近畿地方などの西日本では、水筒農耕の定着した時期の弥生時代前期末段階で、村づくりが共通していたとも考えられる。次の弥生中期以降、近畿では、観光集落が普及し、計300から400メートルに及ぶ大規模な観光を持ち、人々は、校内に集中したらしい。後期では、北部北九州では、 佐賀県吉野狩遺跡や大阪府の安万遺跡や池上、曽根遺跡、奈良県の唐子、鍵遺跡などの大規模看護集落が挙げられる。定地に作られ、通常は堀の外側に掘った土を持った土類がある。対照的に中世の土類は堀の内側にある。村の内部と外部を区別する看護を形成する。目的として外敵や獣などから集落を守る防御機能を 備えることが考えられている。堀は二重、三重の多重管合となることもあり、長大な管合体を形成しているものもある。水筒濃厚に必要な主張権力や共同体の結束強化、内部と外部での階級差を反映しているとも考えられている。また、水堀の場合には排水の機能を持たせることができる。室町時代の後半の戦国時代では、戦乱が多発し、 農村では集落を守るために周囲に掘り、看護を巡らして襲撃に備えるところが現れ、中世の看護集落として現在も各地に点在している。有力な仏教寺院が中心に存在し、規模が大きくなる場合は寺内町となる。今も一部に漢護が残る今井町などが挙げられる。現在でも当時以来の姿を残した看護集落がわずかながら存在する。 吉野ヶ里遺跡の遺構からは、大規模な観光集落の全貌が明らかにされた。また、最近では、伊ナミ人両伝説地の一つである、安木市白田町からも京塚美遺跡が発掘され、話題を呼んでいる。北部九州から、瀬戸内海沿岸地域、大阪湾沿岸へと等身波及する。規模は、計70から150メートル、乱形。 小規模で大観光に肥大しない。特に若月観光集落、奈良県大和郡山市と、冷えた観光集落、奈良県大和郡山市が歴史学的に重要な史跡として有名であり、また、郡山駅からほど近い上に、冷えた観光集落内のあたいふとし神社の前に、駐車場があるという点で、観光名所としても有名である。奈良県に多いように見えるが、 これは単に奈良県が観光集落を観光スポットとしてアピールしているからで、もちろん全国に現存する。奈良県の観光集落は案内板を設置するなど観光スポットとしてわかりやすく整備されているが、全国の現存する多くの観光集落は観光名所として整備されておらず、単に水路で囲まれていて、車が通れないほど道が狭い上に駐車場もない民家の集まりである。 また、都市化に伴って埋められた漢光も多く、大都会の中にあるコンクリートで固められた無名の水路実は古代の漢光集落の名残という例は多い。など。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。